はいどうもケンティです。はいどうもアンソニーです。行きましょう。今日今が始め時、12月おすすめアプリゲーム特集。12月おすすめアプリ、はい、もう12月です ね。寒いのなんの。マジ寒い。ついにヒートテックもね、来ましたけど。いやもう僕もずっと聞いてる。マジやばい。早いね、ちょっと出したのが。ここから先耐えれるか不安ですね。いやそうですね。はいはい。12月で周年を迎えたり、豪華なコラボやキャンペーンが開催していて、新規で始めたり復帰したり、リセマラにおすすめなアプリゲームを紹介するコーナーです。今回全部で5タイトル紹介していきます。はい、このチャンネル様々なゲームの最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録や通知設定などしていただいて、動画の公開を楽しみにしてくださると嬉しいです。はい、動画の感想やご意見などコメントお待ちしております。それでは開催日の近いものから見ていきましょう。1本目、ロマンシングサガ The Universe。 ロマサガ、はい、スクエアエニックスさんが手掛ける普及の名作 RPG ロマンシングサガシリーズの完全新作のスマホアプリとなっております。うん、こちらはロマサガ3の300年後、異世界の過去が囚われた塔を舞台に物語が展開し、歴代シリーズのキャラクターも登場するとなっております。定番の戦闘システム、ひらめき、連携、陣形はそのままに、オーバードライブっていう新システムに加えまして、オートバトルなどスマホアプリならではの機能もあって、手軽にロマサガが楽しめる内容となっております。うん、そんなロマサガ The Universe は2020年12月6日で2周年。おお、なるほどね。はい、追加機能、新シナリオ、新難易度などの追加に加えて、2周年記念聖なる世界東映というキャンペーンを全3弾に分けて開催しております。11月28日からすでに第1弾がスタートしておりますので、内容を見ていきましょう。はい、まず1つ目が2周年記念聖なる世界東映全編ログインボーナスということで、はいはい、期間中に最大30日間ログインすると、10連プラチナガチャチケット、こちらが32枚、うん、これガチャ320回分。あ、そっかそっか、はい、めちゃくちゃ引けるじゃん。めちゃめちゃ引ける。嬉しいね。しかもこのログも全公平に分けられておりまして、ね、合計でガチャ630回分のチケットがもらえると。えぐい。確かにね、このタイミング始め時だね。じゃあ、ね、初心者はね、そうなんです。ただで630編引けるからね。うん、しかもその他にもたくさんのログインボーナスを開催しておりまして、合計で最大790回分相当のガチャチケットになると。すごいね。やばいね。単純計算790体ってことでしょ、キャラが。そういうこと。全部キャラかは分かんないけど、うん、えぐいな。えぐい。全部揃っちゃうんじゃないのそれにプラスでガチャを回したりするのに使うジュエルが最大1万5000個がログインするだけでもらえるのに、うん、プラスで6000ジュエルもらえるログ本もあるということでね。めちゃくちゃじゃん、もう。やばい。プラスで好きなガチャも回せるってことか。そうそうそう。なるほどね。だからジュエルは合計2万1000個もらえると、うんうんうん、いうことになっております。はい、もらえるもんだけども豪華すぎますね。ね、はい、そして2つ目が2周年記念ロマンシング祭りということでね、こちら新スタイル新登場のピックアップガチャとなっております。あの先ほどもね、ログインボーナスでもらったやつで、この SS キャラが強力な性能になっているガチャが引けるとなっております。うんうんうん、他にもねピックアップガチャはいっぱいあるということで、限定キャラが登場するということで、本当にあれだね。じゃあもうリセマラできるもんね、この。本当にそう。あ、でもそっか、ログボか。あ、そうだね、ログボだからちゃんとログインしなきゃいけないもん、ね。うん、難しいね。まあでも始め時っちゃ始め時だね。始め時っすね。リセマラはちょっと難しいけど、うんうん、そしてプラスで、3つ目が育成応援キャンペーンということで、期間中にキャラの能力上昇値が最大4倍になると、うん、いうことでね、あの時間経過で手軽にキャラクター育成が行える遠征っていう機能があるんですけど、うん、このログボでもらえる即時期間チケットっていうのを使うと、一気にパーティーの強化ができると。なるほどね。いうことで、しかも今最大4倍になるということなので、はいはいはい、もうこれから始める方にね、確かにね、この遠征使ってめちゃめちゃ強化して、育成もサクサク、いっぱいキャラ引いて、うん、育成もすぐ終わらせてすぐ使えますよと、はい、いうところですね。というわけですね、もう新規かあれですね、本当もう始め時、本当に濃いって感じですね。うん、はい、その他にも2周年を記念した新イベントを開催中ということなので、そちらをクリアすると豪華な報酬がもらえると。気になる方や、これを聞いて復帰しようかなって思ってる方も、ぜひロマンシングサガでユニバースプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、2本目、ドラゴンクエストウォーク。しました、ドラクエウォーク。はい、はい、スクエアエニックスさんとコロプラさんが送るドラクエの世界観と位置情報 RPG が融合、実際に冒険してるような感覚が味わえるタイトルとなっておりまして、東京タワーなどの街のランドマークがゲーム内マップに実際に登場するということで、現実世界がドラクエの世界に、ドラクエの世界が現実世界になると
ということで、その中を冒険できるということになっております。歩いた分の消費カロリーでスライムが変身したりとか、そういう要素が老若男女問わず人気と、はい、はい、ね、なっている。そんなドラクエウォークなんですけども、2020年11月26日より週刊少年ジャンプで連載していた、現在アニメが絶賛放送中、僕とアンソニーも大好きな大の大冒険とのコラボを開催中の、はい、これはもう世代にぶっ刺さってると。俺らは多分逆にね、ちょっと早いけどね、あのなんだろう、まだ上の世代だからね、うん、大の大冒険を、うんうん、でもやドラクエウォークやってる人たちはやっぱ社会人の、やっぱそうだね、ちょっと上のね、お父さん方がね、うん、やってるイメージだからね、これはもう世代にぶっ刺さり、すごい、ね、大の大冒険コラボはね、狙い撃ちです、はい、コラボイベント、大の大冒険イベント、アバンの使徒編ということで、さまざまなキャンペーンを開催中です、うん、一つずつ紹介していきますね、一つ目がイベント記念ログインボーナスということで、こちらはジェムが合計2000個、うんうん、そして星5アクセサリー、ゴメちゃんアクセがもらえます。ほう、このゴメちゃんアクセっていうのをつけると近くにゴメちゃんが表示されると、いいね、めちゃくちゃ可愛いもんね、ゴメちゃん、ね、大気分味わえますよ、はい、それに加えてイベント第1弾ログインボーナスっていうのも開催しておりまして、こちらでジェムが合計1000個ゲットできるので、合計で3000個ゲットできるということなので、忘れずに毎日ログインをしましょう、はい、そして2つ目、大の大冒険コラボ記念パス登場ということで、こちらが回復スポットをバトル歩数によって集められるポイントで、交換所でアイテムと交換できるドラクエウォークマイレージパスっていうのがあって、それにイベント開催記念の大の大冒険コラボ記念パスっていうのが登場します。なるほどなるほど、はい、期間中に最大1万ポイントのマイレージが獲得できまして、仲間全員の HP、MP を全回復させるアイテムの竜の紋章のオーブ、うん、あの大のね、機体のマーク、はい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 、それと、あと見た目装備、ゴメちゃんヘッド、ゴメちゃんがね、うん、頭の上に乗っかるみたいな装備になってまして、そちらなど、はい、10日間で、最大5回のログインボーナス報酬がもらえるというふうになっております、はいはい、そして3つ目、大の大冒険イベント第1章ということで、これは主人公の大がモンスターと共に育ったデルムリン島に向かうプレイヤーたちと未来の勇者大との冒険が始まるといったストーリーになってます、うん、フィールドクエストでは大、ポップなどキャラクターが助っ人として一緒に戦ってくれると。ほうほうほう、はい、いいね、一緒に戦えるのよ、めっちゃいいよね、うん、ミッションを進めるとキャラとの絆が深まり、絆レベルが上昇し、それに応じた報酬がもらえるという。なるほど、いうふうになってまして、そして絆レベルの上昇とともにキャラストーリーも解放されるので、大々好きな方はこちらも必見となっております、はいはいはい、いいね、キャラごとのストーリーも ね見れるのは。そしてボスとして、バロン版キラーマシーン、あのレオナ姫のお兄ちゃんが乗ってですね、と、アバン先生、これドラゴラムの姿で登場して、など強敵として登場しまして、倒すとアバンヘアなどの討伐報酬がもらえるということなので、うん、キャラクターたちと絆を深めて強敵を倒しましょうという、ね、あくまでアニメのあれか、はい、進行に合わせての、ね、そう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 、うん、原作までいかないか、さすがにおいネタバレになっちゃうもんね、うん、一応アニメとのコラボっぽい、ね、まあそうね、確かに ね。そして4つ目が大装備ピックアップ福引きということで、じゃあ新スキルのアバンストラッシュを習得できる星5武器、パプニカのナイフなどの大装備がもらえる福引きがピックアップで登場しております。おお、いい ね、これ揃えると大になると、欲しいね、どんぐらい強いか分かんないけど、ね、単純にファンならね、でもアバンストラッシュだから強いんじゃない。確かにね、やっぱり持っておきたよね、うん、こちらジェムで、10連福引きを引くと押される福引きスタンプっていうのが、20個集まるとパプニカのナイフもらえると。ああそうなんだ、はい、っていうことなんでね、天井があるってことね。そうそうそう、だから確実に手に入れたい方はこちらで手に入れるのもありかなと、はい、いう風になっております。そして12月3日からイベント第2章がスタートしておりまして、新たなメガモンスターハドラーや交換所に新たな交換アイテムが追加されました、うんうん、ということでね、ハドラーと戦えるんですよ。いいね、うん、もうじゃあ結構、あでもそうか、最初戦ったもんね。そう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 、じゃああそこまでか、最初の 3,4 話ぐらいまでの。そうだね、まだの方は今からでも大々コラボ参加してみてはいかがでしょうか、はい、3問目、グランブルーファンタジー、グランブル、はい、はい、サイゲームスさん開発、モバゲーさんから好評配信中の想像を超えるクオリティで始める本格スマホ RPG ということで、キャッチフレーズは君と紡ぐ空の物語ということで、はい、壮大な音楽と豪華なボイスで繰り広げられる冒険の物語が味わえるタイトルとなってます、うん、
プレイヤーは空に浮かぶ島々を旅する帰空士となり、伝説の島イスタルシアを目指して仲間と共に冒険に出ると。シナリオバトルからなるクエストを進めてキャラクター武器を強化していくということで、はいはい、最大30人でマルチバトルができる MORPG の要素もあると、うん、そしてそんなグラブル今回日本の映画興行収入第2位までとなりました。大人気作品鬼滅の刃とのコラボと、はい、来ましたね、はい、鬼滅コラボ、鬼滅コラボ、グラブルね、うん、マジでクオリティエグいよね、エグいよね。で12月8日から12月20日まで結構短めになっております、うんうんうん。そしてコラボ発表時の PV では炭治郎、善逸、伊之助のみの発表でしたが、はい、先日煉獄杏寿郎のプレイヤブルキャが発表された、うん、プラスして富岡義勇の登場も発表と。これはねプレイヤブル化じゃないんですけど、あ、うん、一応登場はすると。なるほどなるほど、うん。イベント内で炭治郎たちを静かに見守るという彼らしいやり方で力を貸して、ね、みんな、そう、義勇ファンはかなり多いでしょ。ねえ、杏寿郎の絵がやばい、やばいよねこれ、めっちゃかっけえ。てかこのグラブルの絵がやばいね。いろんなゲームと、まあ鬼滅も結構コラボしてますけど最近だと、うん、まあでも3個くらいがまだ、そう、ね、これ一番えぐい、えぐいね、まあ、原作なら崩さず、うん、グラブル感も出して、ね、うん、もう文句なしの、文句なし、ね、すごいよねこれ、うん、グラブルって毎回ほんとすごいよな。ガチで俺グラブル正直言ってやったことないんですけど、うん、ちょっと始めようかなって思うぐらいのクオリティマジですごいね、うん、ほんとすごいよ。そして、11月22日に放送された公式生放送グラチャンにてコラボの開催期間と、あとねずこが登場するということと、イベントクエストはですね劇場版の舞台である無限列車編のようなストーリーであることが判明したと。ほう、これレール島っていうね行方不明事件を舞台にオリジナルストーリーが楽しめる内容になる。いいねオリジナルストーリーは、うんうん、しかもレール島って結構ねあのこの線路っぽい、うんうん、列車を想像させるような内容になってますね、はいはいはい。そしてあのグラブルのコラボイベントなんですけど、ストーリーの進行に必要なバトルっていうのは専用キャラで戦うっていう仕様になってるので、うんうん、まあイベントごとに炭治郎だったら炭治郎を使って戦うみたいな形になってるので、まあ、初心者の方でねキャラがいなくてっていう方でもストーリーを楽しむことができる。なるほどね、ということで安心していただきます。ありがたいね、うん、はい。今までのコラボでもガチャでの登場はなかったので、うんうん、イベントの中で全てのコラボキャラが入手できたということなので、今回の、ね、鬼滅の刃コラボでもそちらは安心して大丈夫かなと。マジ、うん、それはでかくない、かなりめちゃめちゃでかいね。だから課金いらないってこと、課金いらないってことはね、えどういうことみたいな。鬼滅のキャラゲットするのに課金いらないの、ね、大丈夫ですか、それやばいね。サイゲームさん大丈夫ですかってそれはありがたいね、うん、はい。まあ、ただしキャラが複数にいる場合、そのクエストやイベントで手に入れたトレジャーをショップのトレジャー交換っていうところで交換みたいな、なるほどね、っていうパターンもあったので、まあ、もしかしたら鬼滅ちょっとキャラクター多いかもしれないので、確かに確かに、もしかしたらそれもある。なるほどね、うん、はいはいはい。こちら今収録時点でこれちゃんと明らかになってないんですけども、そうですね、公式ツイッターではですね、柱が他にも複数登場するということを匂わせるような発言もあるということで、ね、めちゃくちゃな数出るんじゃないキャラ。いや他の柱も出てくんじゃない、忍さんとか。忍出てくるかな、俺一番好きなんだよな忍。忍さん出てくるなら忍さんとかでしょね、出てきてほしいな、うん。そんな鬼滅の刃コラボ開始は12月8日からとなっておりますのでね、はい、気になる方は早めにダウンロードして始めておいてコラボに備えてみてはいかがでしょうか、はい。4本目、大悟人格来ました。大悟人格、はい、はい、ネットイースゲームズさんから配信中の4対1で行う、かくれんぼをかける鬼ごっこのようなルールの非対称型マルチゲームとなってまして、うん、こちら12月7日から弾丸論破のコラボ第2弾が開催ということで、そうね、はい、コラボしましたもんね前ね、うん、収録時点では詳しく明らかになってないんですけども、話題になった前回第1弾のコラボとの時と同様にシリーズキャラの衣装が手に入るイベントになるかということで、はいはいはい、これね世界観もそう ね弾丸論破と、まあ、結構合ってますもんね、ね、合うよね、うん。なので弾丸論破のファン必見のものとなっておりますね。大悟はマジでたまにやりたくなるのよね。なあ、そうデッドバイデイライトとかこういうゲームやっぱおもろいからね。おもろいね、ルールもシンプルだしね、うん。じゃあ詳しい内容は公式ツイッターをチェックしてみてください、はい。5本目、ポコロンダンジョンズ、ポーコダンジョン、ポーコダンです。グレンジさんから好評配信中のそんなことあるってくらい冷たいけど返しが待ってもう一回やりますよ。ほぼリピートやった完全にもう歌いたくないもんちょもう一回やろいやもう無理よ、もう無理か、あのテンションは俺はもう無理よごめん、
ポコロンダンジョンズ、ポコダン、ポコダン、はい、グレンジさんから好評配信中のなぞる RPG ということで、うん、同じ色のパズルポコロンをなぞって消して主人公を動かすだけの簡単操作で楽しめるパズル RPG となっておりまして、うん、個性豊かなモンスターを育成し多彩なギミックが仕掛けられたダンジョンに挑み、素材を集めて武器や防具を生成するといった要素に加えて最大4人での協力プレイもあると。はい、はい、そんなポコロンとなっておりますが、1月からアニメ2期の後半が放送開始のリゼロから始める異世界生活とのコラボ第2弾を発表と。そっか、リゼロ第2弾か。そうなんですよ、去年もやってまして、ね、サンタの格好のねレムが出たりとかしてましたが、今回は新ボス新キャラが登場するということでね、あの2期のキャラクターが多分出てくるんじゃないかなと。俺シャーマンキングの時にね、うん、ここで初めてやったのよ。あ、シャーマンキングコラボ知らんかった。シャーマンキングとコラボしたの、超好きなんだよな。めっちゃねいいなと思って一瞬でやめたわ。へえガチャ引いて即やめしたわ。やっぱ RPG だからね、 RPG って言ってないから本当にっていやもうなんか何回か友達とやってね、うん、やめちゃったけど、あ面白かったよ普通に。本当、うん、リゼロのちょっと可愛いから気になるな。確かにね、うん、こちらも収録時点で詳しいことは明らかになっていませんが、コラボは12月中旬からということなので、概要欄から公式ツイッターをチェックしてみてください。はい、というわけで12月おすすめアプリゲーム特集でした。はい、ということで、いやもうね、うん、グラブルがやっぱ一番みんな注目してんじゃない。そうだね、圧倒的に、まあ、鬼滅コラボやったらね、鬼滅はね、うん、正直えぐいからね。えぐいね。てか特にこの煉獄さんの絵がやばいな。そうね、さっきもね言ったけど、うん、これはもうみんな調べて、てか出てんのか、うん、出てる出てる、多分ここに出てると思いますけど、えぐいよ、えぐいな、うん、これはね欲しくない、なんかもう、うん、カードみたいなので、あ欲しいね、物で欲しいねいやこれはちょっとマジでちょっと俺始めてみようかな。おいいと思うよ、課金もいらないんでしょ、だっていらない、ワンチャン、うん、みんな始め得ですよこれ。本当ですよ、ファンはね、ね、はい、はい、皆さんもやってみてください、はい、今日紹介した中で皆さんの気になるアプリや動画の感想などもぜひコメント欄で書き込んでください、うん、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました、はい、このチャンネル様々なゲームの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします、はい、それから僕のチャンネルでは今週もゲームメインで実況しておりますので、よかったら遊びに来てください。はい、お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。